小野川喜三郎は、江戸時代中期の大相撲力士。大御国志賀を大津慶長出身。生来の本名は、河村喜三郎。養子になって、後は、小野川喜三郎。別の執子名として、氏から引き継いだ小野川斎介がある。谷風和之の助と共に、完成の肝心相撲繁栄に貢献した。古今実決の一人、琵琶湖南西藩で栄える大津の町に生まれた。 川村喜三郎は、長寿手、東取一、小野川才介の養子となり、安永五年、大阪相撲で、初土俵を踏んだ。安永八年には、江戸相撲に合流して二段目筆頭に付け出されると、共に、久留米藩の抱えとなり、赤羽の全域を占めていた摂津有馬家の、江戸上屋敷内に小野川部屋が開かれた。天明二年三月場所七日目には、未だ二段目であった小野川が、 大関、谷風の63連勝を止める主君の星を挙げた。取り組み内容は、ついていなした後、込みで破っている。時の教科し大田南穂は、この大番狂わせを、谷風は負けた負けたと小野川が勝つをより年の高い、取りだと読んでいる。これ以降、両力士の取り組みは、相撲市長に残る名勝負として現在まで語り継がれている。その功績により、 来る将軍、徳川家成の上乱相撲に備えて、完成元年11月場所の7日目に、吉田塚崎から大関、谷風と関脇、小野川が共に横綱免許を授与された。事実上、これが現在まで引き継がれている横綱制度の始まりである。各して、完成3年6月11日に高領国の栄光院境内で開催された上乱相撲では、 家なりの要請を受けて、谷風、小野川線が特別に含まれ、両力士は以前と変わらない熱戦を繰り広げて、家なりを喜ばせた。完成4年3月場所からは、欠場が多くなり、完成9年の10月場所を最後に引退した。共和元年、死であり、岐阜であった、初代将、野川沙介が死去。それからおよそ五年後の文化三年三月十二日、小野川喜三郎も、 江戸で死去した。万年齢でおよそ48歳没。打さかして没したという通説は誤りである。なお、小野川喜三郎が没した後、大野松六之助が横綱免許を授与されるまでの間、すなわち、文化3年3月13日から文政11年2月までの約22年間、存命中の横綱経験者が一人もいない状態になっていた。これは、 事実上の成立期から現在までの横綱制度前史において唯一の例となっている。もっとも、その期間中、初代将、野川彩助に始まる、小野川という名は、小野川喜三郎の没後も長く引き継がれ、2020年下半期現在、日本相撲協会が所有する年寄り名跡の一つに数えられている。体育 筋力に優れる谷風に対して、機敏なスピード相撲で知られた。慎重な取り口と技巧で対抗した。そのために、作戦的な立ち合いも多く、江戸庶民の人気は薄かった。それでも、谷風、雷電の両強豪に攻撃されながら、歴代一級の戦績を残したことで、現在では、大相撲史上最強のナンバーに投票される。なお、雷電とは、 前世紀を過ぎた頃に対戦したが、江戸では一度も勝てなかった。横綱免許授与後に最も数多く使用した、彦名は、小野川喜三郎であるが、大関の時は、小野川才介と書かれていた。江戸相撲の本場所のみを示す。天明三年観光の相撲へ、横大番二式へ。作品の監修名には、並びに沿った、谷風梶之の行事、木村正之助賞。 野川喜三郎などもある。立ち合いで見合う谷風、小野川と仕切る行事、木村昭之助を描く。時期的に、この木村昭之助は、谷風、小野川が活躍した、完成期の名行事として知られる七代目であり、にすなわち本図は、完成期の肝心相撲を彩った傑物の揃い踏みということになる。ブリタニカ国際大百科事典昇降目次典は、 相撲への優れた作例の一つとして、本図を挙げている。小野川木三郎の土俵入りを描いた相撲へ。縦半二式へ。観光時期不明。縦半二式へ三枚属。大関、谷風と、関脇、小野川が横綱免許の授与を伝達される二式。三に望んでいる、土俵上の場面を描いた相撲へ。画面右手、正方の谷風と、画面左手。 東方の小野川は共に尊虚して式に臨み、後に、大関となる、初代二式儀が、土俵中央でに力士が占めることとなる、横綱の準備をしている。後ろに控えるは立、行事、七代目、木村昭之助、月岡義俊、和漢百物語、昭野川喜三郎、四、大乳道の六六尾に分けて、屏風担いた手の裏から立ち現れた古田抜きに少しも、 同じることなくタバコの煙を吹きかける横綱、小野川喜三郎の豪胆を描く。煙をくらった大乳道は、いかにも嫌そうな表情で顔を背けている。芝赤羽の有馬屋敷の化け猫騒動などとも言う。小野川の抱え大名である摂津有馬家の江戸判定といえば、赤羽にあった、江戸上屋敷奥座敷における化け猫騒動、有馬海病殿が、猫三大話などとも呼ばれる。 三大分け猫騒動の一つに数えられるほど有名で、判定敬語方の侍、三尊大前に加勢する形で、妖怪を退治させるべく、召し出された横綱、小野川が活躍している。これは幕末に広まった、海遺で、江戸市中の寄せや芝居小屋で上演されて、人気を博した。これも幕末に広まった、怪遺で、 横綱、小野川が妖怪を退治する話であるが、口述する、浮世絵以外の資料は乏しい。浮世絵揃い物、和漢百物語の第十三図。慶応元年8月間の妖怪へ。縦大番東西式へ。摂津有馬家の江戸上屋敷では、大乳道が出没するなど度重なる会議があった。この会議を調べて退治させるべく、召し出された抱え力士の横綱。 小野川木三郎は、現れ出た大乳道に悠然と退治し、意図もたやすく退治してしまったという。大乳道の正体は古田抜きであった。この階段を卓越した筆致で視覚化したのが本作である。右の画像も参照のこと。1896年には、提供を名乗っていた、高談師四代目新流祭低水が、完成力支伝を観光した。これは、 完成期を飾った谷風、雷伝、小野川の三劇士を中心に、佐野さんの行進、稲川馬之助の儀境などを描いた講談で、谷風の七全婚、雷伝の封じ手、小野川雷伝遺恨相撲などが特に評判をとっている。Google マップ、ありがとうございます。